憧れの場所ではないですね。目標の場所に変わりました。小学校の時はもう本当にそれこそ憧れだったんですけど、それが中学高校で陸上を始めて夢に変わって、で社会人になってマラソンやって手応えを感じて、それが目標に変わったので、そんな感じです。当初の予定だったら絶対もうマラソン終わってすぐトラックは、もうトラックレースの選考はすぐ5月で日本選手権始まるので、もう狙えないからちょっと諦めてるわけじゃないですけど、ちょっと難しいなと思ってたんですけど、1年延期にオリンピックがなったじゃないですか。狙えるものはやっぱりちょっとやってみないと分かんないですし、チャンスがある限りはやっぱりその 0.1% でも可能性は多分あるので、やれるだけやって、もうその方がやっぱ後から後悔しないですし、せっかくまだあるチャンスを無駄にしたくないなってすごい思いましたね。難しい質問ですね。自国開催の東京オリンピックで出場することができてすごい嬉しかったんですけど、やっぱりオリンピックって違うなって世界陸上も経験させてもらったんですけど、同じ世界大会でもちょっとやっぱ違う世界だなっていうのはすごい思いました。マラソンしかちょっと私取り柄がないなんかそうですね、走ることしか取り柄がないんですけど、ただなんか何ですかね、マラソン、ちっちゃい時からの憧れもあったのかもしれないんですけど、ただやっぱりここまで競技を続けさせてもらって、やっぱりなんかやっぱ最終目標としてオリンピックがあって、やっぱそこを狙うんだったらやっぱりマラソンでっていう、なんか思い入れが強いですかね。まあ自分の陸上の集大成としてパリに行って、まあ、メダルを狙いたいです。私が言うのもすごいおこがましいんですけど、あの高橋尚子さんを見て憧れを持ったのと同じように、なんかそれこそ速い選手じゃなくて強い選手になりたいっていうのもすごくあるんですけど、なんか憧れに、こうなんか自分の走ってる姿とか頑張ってる姿を見て、あ、なんかいつかこういう風に頑張りたいというか、なんか憧れを持って、なんか今のちっちゃい子たちとかがなんか陸上をもっとこうやれる子、やってくれる子が増えたらいいなって思います。